設計、製造され、1993年2月から1994年3月まで販売されていたパーソナルコンピュータである。同じハードウェアを持つ Apple ワークグループサーバー80もここで記述する。Apple の製品ラインナップにおける既存機種のクアドラ700と同950の間の層を補うように追加された。ラムの規格が新世代のものとなったものの、 ブルムの拡張性は低下した。筐体、新設計となった。当時の CD ロムの需要の高まりを受けて、5インチのオープンドライブベイを備える。一部の構成には、ここにアポリクド300 i 倍速 CD ロムドライブが内蔵されている。後継機種のパワーマッキントッシュ8100と物理的互換性があるため、アップルによるアップグレードサービスが優勝提供された。 ラ七72ピンシンを新たに採用した。ビデオ、ロジックボードに直接512キロバイトのプルムを搭載しており、16インチのサイズのモニターで256色のサポートを提供できる。2つのブルムンスロットを使って上限の1メガバイトまで増設することで32,768色での表示が可能になる。 なお既存のクアドラ700や900は 2MB まで増設して24ビットカラーに対応できたため、この点は劣る仕様となった。同等以上のビデオグラフィック能力を求める場合は、ヌーベススロットにビデオグラフィックボードを導入する必要がある。その他、スカジーポート、2つの ADB ポートと2つのシリアルポート、3つのヌーベススロット、プロセッサダイレクトスロット、 モノラルオーディオ入力およびステレオオーディオ出力が搭載されている。アーウィイーサネットポートが含まれるかどうかは地域によって異なった。1993年2月10日発表。1993年3月22日発表。ありがとうございます。